結局今回の事件もシグマが引き起こしたことなのか。シグマはどこにいるんだ。シグマが絡んでいるのは今となっては間違いないわ。ただこれまでと違うのは、イレギュラー化したレプリロイドたちが何らかの方法で操られていたという感じではなくて、まるで一体一体がシグマそのもののような。シグマのコピーってこと？わからない。それに反乱を起こしたのが全てヤコブ計画に関連した施設なのも気になるわ。通信が割り込みます。シグマ、久しぶりというべきかな、X。 また貴様だったんだな、シグマ。そう、私だ。そして長き我々の因縁もこれが最後だ。貴様たち、古い世界の宇宙開発は今や全て我がものだ。宇宙だと？そう、もはや地上に未来はない。古き世界はもうその役目を終えたのだ。貴様、何を企んでいる？企む？これは自然の摂理だ、進化だよ。進化？ヤコブ計画が最初からシグマに狙われていた？そう考えると辻褄が合うわ。宇宙開発が盛んになった背景と新世代型レプリロイドの開発は無関係ではないし、そこへ来て新世代型のイレギュラー化か。いずれにしても奴をこのまま放っておくわけにもいくまい。シグマからの通信は衛星軌道で中継されていたわ。幸いまだ軌道エレベーターは動いているから衛星軌道までリフトアップします。軌道エレベーターコントロールシステムオールグリーン。Yeah!
このメイク世界のために精が出ることだな、X。 やはりそうだったんだな、ババ。全ては気がつかんか、X。 起動エレベーターエネルギー開発しに、この世界が生き延びようとしていた宇宙への道は今や我らの手の内だ。貴様たちが何を企んでいたとしても好きにはさせない。ステージはお前たちの庭だな。バニシグマ、あの時の役者が揃ったというわけか。ゼロさん、それはあのウイルスの？ああ、聞いてたのか。そう、俺はかつて奴らに利用されてこの世界を滅ぼしかけたんだ。だから俺は奴らとケリをつけなくちゃならないんだ。ナビゲートしてくれ。奴はどこだ？了解。くせい。頑張ります。聞いていた通りのこの邪悪な感じ、これがシグマですね。皆さん気をつけて。前の番だ。了解。
前の番だ。了解、頼む。行くぜ。お前の番だ。了解。任せた。やるし。
任せた。了解。交代だ。任せておけ。任せた。了解。交代だ。失礼。お前の場。
任せておけ。緊急事態、早く逃げて。シグマ、また会えたと言っておこうか。ゼロか、惜しいな。お前はこのシグマと同じ究極の破壊者となりうるポテンシャルを持っているというのに。かつて貴様らは俺の DNA を利用しようとした。俺を巻き込むと高くつくってことを教えてやろう。今や月が我が物となり、計画は最終段階だ。お前の役目は終わった。古き世界と共に滅びるがよい、ゼロ。このステージはお前たちの庭だな。月面基地にイレギュラー反応多数。それにこれはシグマだろう。わかるんですか？ああ、俺にもわかる。この感じ、さっきのはコピーだったってことですね。どうりで手応えないと思った。これで最後だ。シグマ、決着をつける。ハンターチーム出動。了解、くせい。頑張ります。こちらです。頼む。
前の番だ。了解。そうか、まだあがくことをやめないというのだな。まだ望みがあると思っているのだな。俺がこうして立っている限り望みはある。貴様もシグマも俺が倒す。そうだな。おとなしく滅びられてもつまらん。破滅の最後のひとときまで楽しもうではないか。お前の番だ。やるし。頼む。任せた。やるし。任せた。了解。答えだ。伏せ。お前の番だ。頼む。任せた。お前の番だ。了解。答えだ。行くぜ。お前の番だ。了解。了解。頼む。任せて。お前の番だ。了解。任せた。やるしかないのか。
任せた。了解。任せた。了解。よく来た、イレギュラーハンター X。 私はな、 X。 我々の出会いはこの時のため、新しい時代の幕を開けるための必然であったと思うのだ。 X、 貴様の振りかざす薄ペラな正義とやらが、私にこの世界の過ちを気づかせてくれた。それが全ての始まりだった。そうは思わないかね。ふざけたことを、シグマ。そう生きり立つな。もはや時計の針を戻すことはできん。世界が宇宙にその生きる道を見出したとき、宇宙開発に携わった高性能な新世代型レプリロイドは我が子供たちだったのだからな。子供だと？何を言っている？そう、ヤコブ計画は新世代型レプリロイドの設計段階から我が手の内にあったということだ。ヤコブ計画の作り出す次の世界は我々の世界なのだよ。さあ、X、滅びるがよい。古き世界と共に。全力で来い。行け。
の番だ。了解。私がここで倒れるなどと滅びるのは奴ら旧世代のシグマを倒せて満足でしょう。おかげで計画もここまで順調ですよ。あんたシグマに連れ去られて利用されたんじゃないの？利用？違いますね。彼は役目を果たしただけです。
私たち新世代型を目覚めさせ世界を変えるという役目を。どういうつもりだルミネ、貴様もイレギュラーなのか。イレギュラー、そんなものでないことはあなたも分かっているのでは。私にとどめを刺せないのはそれが分かっているからでしょう。私たち新世代型レプリロイドのコピーチップは
数多くの旧世代型レプリロイドのデータを解析して作られました。その中には当然あのシグマも含まれています。わかりますか、この意味が。コピーチップにシグマ？だったら僕もシグマみたいに狂っちゃうってこと？残念ですが、プロトタイプのあなたにはそこまでの能力はありませんし、シグマは決して狂っていたわけではありませんよ。シグマは自らの意志で、そして私たち新しい世代のレプリロイドは、いつ、私たちは自分の意志であなた方旧世界に戦いを挑むことができる。あなた方に分かるように言えば、私たちは自分の意志でイレギュラーになれるのです。X、 私たちが撃てますか？所詮は人の道具に過ぎないあなた方古い世代のレプリロイド、意志を持ち進化した私たちに何ができると。世界は変わったのです。生命がより進化した生命にとって変わられるのは自然の摂理です。おとなしく滅んでおしまいなさい。X、 迷うことないよ。こいつは悪いやつだ。敵だよ。敵、味方、そんな単純な問題ではない。レプリロイドの在り方が、生命の在り方が変わったのです。新しい世界にもはやあなた方は必要ないのですよ。滅べと言われて、おとなしく滅んでやるつもりはない。無駄だ。
ませんね。効きませんね。無駄ですよ、無駄です。私を怒らせました。さよならです。無駄ですよ、無駄ですよ、無駄ですよ。聞きませんね。頼む。任せ。来なさい。聞きませんね。無駄ですよ。さよなら。お前の番だ。了解。任せた。了解。無駄ですよ。
人を倒したところでもはや流れは戻らない。お前みたいにおかしな奴が出てきたら何度でも倒してやるよ。本当に何も見えていないのですね。まあいい、いずれわか。こちら X、 状況はアクセルがダメージを受けたが大丈夫だ。これより祈祷します。ルミネの言ったことが正しければシグマの奴が現れることはもうあるまい。いい潮時かもしれんな。ルミネの言ったことでも考えていたんだろう。シグマみたいなやつばかりになるのが進化などであってたまるか。それにな、X、 本当に進化の時とやらが来て俺たちが滅ぶのが運命だったとしても俺たちは戦わなければいけないんだ。その運命ってやつと。